横浜港未来21。横浜港未来21。横浜港未来21。港未来21は、神奈川県横浜市の西区と中区にまたがり、横浜港に面している地域である。また、1980年代から現在にかけて整備が進められている計画都市でもある。略称は、港未来21。港未来 MM21 など。 都市景観百選受賞地区。当地区全域は横浜市における都心ツインコアの一つである横浜都心に指定されている。港未来地区は横浜都心部の一体化と強化を目指したウォーターフロント都市再開発として建設されている町である。1980年代に再開発が行われる以前は当地に三菱重工業横浜造船所。 国鉄高島線、貨物支線の東横浜駅及び、高島駅、高島ヤード、創車場、高島埠頭、新港埠頭などがあった。明日方和夫横浜市長が1963年に当選し、横浜の五重区と呼ばれていた、関東大震災、昭和恐慌、太平洋戦争による空襲、GHQ による占領と、市内都心部の接収、 および人口急増によるスプロール現象を克服することが地域としての大きな課題となっていた。そのため1965年に横浜市六大事業が提案され、都心部教科として三菱重工業横浜造船所、国鉄高島線の東横浜駅、貨物駅、高島ヤード、創車場、高島埠頭、新港埠頭の一帯を再整備し、横浜駅周辺と館内、 伊勢崎町という二つに分断された横浜都心部を一体化させる都心部強化事として、就業人口19万人、居住人口1万人を目標とした事業計画が打ち出された。以降、オイルショックをはじめとする経済情勢の影響などにより計画がしばらく進行していなかったが、1979年に西郷同一横浜市長のもとで、 横浜市都心林海部総合整備計画、基本構想が発表され、三菱重工業横浜造船諸島の移転完了と、共に1983年に港未来21事業として、ようやく着工に行った。本計画は、横浜市において、二つに分断された都心を一体化させ、都市機能を充実し、昼間人口や就業人口を増やすことで、 市内経済の活性化を目指し、地域社会の成長を目指した施策である。また、東京都心一極集中から首都圏でのテントという、数勢の中で、東京都心の負荷を軽減し、神奈川県の経済拠点として、首都圏経済を牽引する役割を分担し、企業法人本社機能や、事業所等の立地促進、企業法人の集積の波及として起こる、中小企業の活性化や、 新規企業者の増加などを目指している。当地区の細かい区分として、横浜ランドマークタワーや日産自動車グローバル本社などがあり、オフィスビル開発を推進する、中央地区と横浜赤レンガ倉庫や横浜コスモワールドなどがある、新構地区、横浜新都市ビル、ごう横浜店や横浜スカイビルがある68街区の横浜駅東口地区、出島地区に分けられる。 当地区全体の面積は約1 8 6トル、約186ヘクタール、そのうち埋め立て部は約0 7 6トル、約76ヘクタールである。また、2014年度に策定された横浜市都心林海部再生マスタープランでは、港未来2地区として都心林海部5地区のうちの一つに指定されている。さらに当地区全体は横浜都心、 臨海地域の一部として都市再生特別措置法による都市再生緊急整備地域に指定されており、そのうち中央地区、臨港パークや日本丸メモリアルパークなど一部の属は特定都市再生緊急整備地域にも指定されている。当地区の整備はあらかじめ決められた基本的方針によって計画的に行われており、21世紀にふさわしい未来型都市を 目指して開発が進められている。電線、電話線、光ファイバーは、共同校により、上下水道などと一緒に埋設され、さらに共同校によるゴミ集積、廃棄物感度収集、2017年度末に廃止、地域冷暖房、港未来21熱供給が、運営を導入しており、省エネにも配慮している。また、災害、非常時の対策として、臨校パーク、 高島中央公園、洋々広場、カップヌードルミュージアムパーク、振興パークの地下に、災害用地下給水タンク、4基合わせて、約4500メートル、50万人分の飲料水3日分を、貯水が設置されている。すべての幹線道路の歩道には、街路樹が植えられ、工術、建設される建物は白を、基調、振興地区は、茶色系統とし、統一感を持たせている。 当地区の中核には高さ296メートルで建設当時日本一高いビルであった横浜ランドマークタワーがある現在は2番目。ランドマークタワー横のドックヤードガーデンは造船所で実際にドックとして使われていたもので1997年平成9年12月に国の重要文化財に指定されている指定名旧横浜選挙株式会社。 第2号選挙。1911年と1913年にそれぞれ、竣工した、新港地区の横浜赤レンガ倉庫、1号館、2号館、は5年以上かけて、修復工事及び、周辺の整備が行われ、2002年に赤レンガパークとしてオープン。現在では、横浜を代表する観光スポットとなっている。また、2004年には、港未来線が開通し、 当地区でも新高島駅、港未来駅が開業した。さらに2010年、横浜国際平和会議場、パシフィコ横浜にて、アジア太平洋経済協力首脳会議、APEC が開催された。当地区の道路は、港未来大通り、国際大通りの日本の大通り、主要幹線道路と、それらを結ぶ、桜通り、ケヤ通り、イチ通り、鈴掛通り、 土地の木通り、幹線道路で構成されている。これらの通りにはそれぞれ四季を代表する種類の異なった街路樹が植えられており、港未来大通りがクスノキ、桜通りがソメイヨシノ、ケヤキ通りがケヤキ、イチョウ通りがイチョウ、鈴掛通りがプラタナス、土地の木通りがベニバナ土地の木となっている。港未来大通りを除き、通りの呼び名は、街路樹の種類にちなむ。 また道路とは別に歩行者専用通路として、クイーン軸、グランウォール軸、キング軸、整備中という3つの軸が整備されている。詳細は後日。一方、横浜港を周回する、臨港幹線道路の一部として、山内ふ頭、コットンハーバー方面へ至る、連絡橋、港未来橋、コットン大橋が、予定より大幅に遅れ2008年12月に開通しており、 道道路の国際大通り地下部分にあたる整備計画では、港未来橋手前から横浜ワールドポーターズ付近までの延長約1 3トルのトンネルが長期供用延期の末、2013年3月に港未来トンネルとしてようやく開通に至った。この他に今後整備予定の道路として、港未来大通り、坂江本町線の橋で片平川下流、港湾上にかかる、 港未来大と、総合や、スカイビルが建設されている68街区の横浜駅東口地区、出島地区を結ぶ、堺本町線支線1号の計画がある。さらに将来の交通システムとしては、LRT、次世代型路面電車システムや、連接バスの導入が検討されているほか、ロープウェイなどの作動による複数の空中交通構想も浮上している。 当初は2000年頃までに町全体の完成を目指していたが、経済状態、バブル崩壊の影響などにより計画が延長されている。2000年代より中田博市横浜市長や松沢西文神奈川県知事の積極的な企業を言うと、共に横浜市では企業立地促進条例が制定され、神奈川県もインベスト神奈川を策定し、市税の減額や助成金など、 企業の負担を軽減する措置により有料な企業立地環境の整備を行っている。2000年代半ばには日産自動車グローバル本社等多くの企業法人の立地が進んだ。2008年末の世界的な景気交代、リーマンショックの影響を受けいくつかのオフィスビル建設計画では中止、起動もあったが、公認の林文子横浜市長は引き続き、 企業誘致に向けたトップセールスを行い、上場企業の本社機能立地が着実に進んでおり、さらに2010年代半ば以降は研究開発拠点や音楽施設の席なども進んでいる。当地区は現在も事業中であり2017年12月時点の事業進捗率は約90.8%暫定利用施設を除く本格利用地区建設中。 計画中含むの割合は約83.0%となっている。近年ではこれまで一定期間で打ち切っていた開発事業者の工房を継続して行うようにしたり、横浜市の指定地域における環境アセスメントの緩和、条例改正などにより開発源の柔軟性とともに経済状況に左右されがちだった当地区の開発にスピード性を持たせている。ちづくりとしては 業務、集合住宅、商業、観光などの用途で集積が進み最終段階に入りつつあるが、今後は未開発の土地がいくつか残り、2020年に向けて、新展示場、マイス施設の建設も計画されている、キング軸エリアにおいて、積極的に事業者の工房を行い開発を進めていく方針である。2016年12月時点の就業人口は、 約10万3000人、前年比約1000人増と増加傾向にある。さらに首都圏における観光地、行楽地としての人気も高く、同年の年間来会者数は約8、100万人、前年比約500万人増と1999年の集計開始以降2001年より16年間増加を続けている。一方、 当地区内の人口も2017年12月時点で8500人に上っており、今後も児童数の増加が見込まれることから2018年度から2028年度の10年間限定で、地区内に小学校、名称、横浜市立港未来本町小学校、道本町小学校から分離新設を開校している。以下は、地区内において、 一度は計画されながら、何らかの理由により中止となった開発計画である。キング軸、クイーン軸、グランモール軸の3つの歩行者動線については、公設のペデストリアン軸、歩行者動線を参照。各外区の位置、詳細情報は、横浜市都市整備局の港未来21外区開発状況及び、を参照。また、中央地区における、 各外区の高さ制限等については、同局サイト内の、港未来21中築地区計画及び、計画図、あるいは港未来エリアマネジメント公式サイト内の中央地区のまちづくりを参照。当地区では重要な歩行者ネットワーク、歩行者専用通路として、キング軸、クイーン軸、グランモール軸という3つのペデストリアン軸、英語でペデストリアンには、 歩行者という味がある軸は都市の根幹を形成する都市軸を整備する方針となっている。このうち、クイーン軸とグランモール軸は整備が進んでいるが、キング軸は後日のように現在も未整備箇所が多く残る。なお、キング軸とクイーン軸の名称は横浜三島とされる建物の愛称から来ており、残るジャックについては借用期限のある暫定施設として、 グランモール軸に商業施設、ジャックモール2129月営業終了が作られた。桜木町駅方面からの動線。商業の中心であるランドマークタワーやクイーンズスクエア、さらに国際会議場がある横浜国際平和会議場、パシフィコ横浜といった当地区を象徴する施設が並ぶ。まず、桜木町駅前から、 ランドマークタワーまで続いている動く歩道と接続し、ランドマークタワーの2階部分に併設している、ショッピングモール、ランドマークプラザから、クイーンズスクエア内の、クイーンモールを通り、パシフィコ、横浜まで結んでいる。クイーン軸とキング軸をつなぐ道線で、軸の両端はそれぞれ、港未来駅と新高島駅の近辺にあたる。ランドマークタワーとクイーンズスクエアの中間部分にある。 洋ヨー,ヨー広場からクイーン軸と交差するように m a r k ズ港未来及び横浜美術館前美術の広場旧ジャックモール前へと約700メートルにわたって整備されているグランモール公園さらに新高島駅周辺の旧元と横浜周辺まで結んでいるこの区間は横断歩道による軸の切れ目も存在するなお旧元と横浜周辺からは 港未来歩道橋、日産本社2階部分の日産ウォークと続いては、まみらいウォークで片平川を渡り、横浜駅東口の祖号がある、新都市ビル及びスカイビルの2階部分へアクセスが可能である。横浜駅及び新高島駅周辺のビジネスゾーンと海側を結ぶ動線。軸の生端では、高島二丁目歩道橋、高島二丁目地区にアクセスする。 国道1号を渡る歩道橋と接続しており、そこから東方の海側に向けて、グランモール軸と交差する新高島駅周辺、急元と横浜や高島中央公園、さらにはブリリアン・グランド、港未来などの集合住宅地域を通り、臨港パークの潮入りの池まで一直線に結んでいる。しかし、現在は日産本社前や新高島駅周辺、 集合住宅地域と臨校パークの間など未開発外区が多く残っているため今後の開発の進捗とともに軸の整備を行う計画となっている二千十二年度には臨校パーク内でキング軸の一部となる階段の整備が行われたまた新高島駅周辺の五十二から五54外区ビジネスゾーン A はランドマークタワーのある二25外区商業ゾーン A と同に 高さ300メートルまでの建物が建設可能なエリアとなっている。林港パークよりの二重外区では、稼働率が限界に近づくパシフィコ横浜の機能を拡張するため、新たな展示場、マイス施設である横浜港未来国際コンベンションセンター、パシフィコ横浜アスの開発が2020年の開業を目指して進められている。キング軸は、 この二重外区の中央付近を通るため、同外区周辺を中心として、マイス拠点都市の顔となるべく緑豊かなビジネス交流空間の形成を指している。さらに、キング軸沿いの開発計画では、同軸の地区施設面積のうち50%以上の緑化を目指しており、象徴性かつ独創性のある緑化となるよう、ガイドラインにより誘導も行う方針である。なお、当初の計画では、 軸の中心線に沿って、臨港パークの潮入りの池まで流れる水のネットワーク、水路を敷くイメージが描かれていたが、かつて存在したグランモール軸の水路もすでに寄されており、参照、現在ではキング軸の計画も変更されている可能性が高い。なお、明治末期から昭和60年代まではこの地区に東海道本線の貨物支線が存在し、 横浜港に設けられた横浜港駅へは東京駅からボートトレインと呼ばれる外国航路へ接続する臨時旅客車も設定されていた。現在、その配線跡地が遊歩道の記者道として整備されており、この地区の観光名所にもなっている。毎年あるいは数年おきに開催される主なイベントを以下に記す港未来21という名称は、 港横浜をイメージしつつ、未来への発展を目指す21世紀の横浜に、ふさわしい名称として、1981年、一般公募された約2300点の中から選出され、他の候補には、アクアコスモ、コスモポート、赤い靴式、シーサイドタウン、シーガルタウン、ベーシィ等があった。決戦投票は、赤い靴敷と、 港未来21で行われた。なお、港未来21の名称は一次選考では落選しており、二次選考の委員から再度発掘されたものである、特に二次選考委であった柳原良平が横浜といえば港町であるという理由で強く押したことによる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。